今回は小山市。小山市はたくさんの競技開催されますけど、その中でも今日は障害者スポーツの車椅子バスケットボールを体験します。競技のご説明をお願いします。はい、基本的にコートですとかコートの大きさ、またはボールの大きさ、リングの高さっていうのは、大人の方がやってるバスケットボールと基本変わりはありません。大きく違うところっていうのは、バスケのルールであるトラベリング、トラベリングって3歩歩くとトラベリングなんですけども、車椅子バスケの場合は2こぎまで、3こぎするとトラベリング、ダブルドリブルがないっていうのが2つ目のルールになります。ドリブルをついて持って、もう1回ドリブルをついてもそれは、OK ということになっています。2こぎしてもう1回ドリブルをついけばもう1回2回までこげるんです。なるほど。そうなんです。うわ、なんかパニックになりそうでは続いて車椅子の特徴を教えてください。車椅子の特徴、はい、大体病院とかにある普通の車椅子と違って、競技車、これ競技車って言うんですけど、通常バスケ車って呼ばれるものなんですけど、普通のみんなが想像している車椅子、あれはまあブレーキがついてあったり、はい、ブレーキついてますよね。でも両方に競技車なんでブレーキついてないんですよ。ちょっといいですか。はい、あ、本当だ、ブレーキないんだ。はい、正面から見てもらうと分かる、ハの字になってるんですね。あ、確かにそうですね。これはまあ漕ぎやすさ、あと旋回性、速く回る、あとはまあハの字の特徴として、この接触した時に腕が当たらないんですね。あ、本当だ。それによって怪我がないっていう、はいはい、おお、言ってぶつかっても大丈夫なように。こんなにぶつかるんですか。そういう時もあります。そのファールになってしまうんですけどまあでしょうね、はい、ファールにはなるでしょうけども、はい、激しいスポーツですね実際に。そうですね、実際に見てもらって、そうですね、やってもらって見てもらってっていう感じ。いいですか。はい、ありがとうございます。じゃあ早速行ってみましょう。おお、じゃあ行きます。よいしょ、なりましたね、これ。いや、難しすぎて、てか私の腕力では上に上がらなすぎるので、ちょっとかっこいいところご覧いただきましょう。どうぞ。え、すごい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 、いるもの。やっぱなんかバスケットやってる人、ああいいなって多分なると思うんですよ。キャッキャッっていうのが、車椅子だとそのスキーローンじゃなくて金属音、またブレーキ音、またその焦げ臭い匂いとか、ああいいなって多分なると思うんですよ。キャッキャッっていうのが、そういったところでもブレーキもないので、その扱いっていうのがまあ魅力の一個かなって思います。まあ、国体ショースポも前回前々大会とまあ延期になってた中で、今回改めて、栃木で開催されるということで、みんなモチベーションの方もぐんぐんと上がってきているところですので、本当に一つでも多く勝利を挙げて、見ている皆さんに感動を与えられればなと思います。